皆さんろ、毎度ニューヨークでビール飲むりやってるよしです。Hello everyone, I'm Yoshi. i b e a No m o e in New York. 本日もやっていきましょう。Two Minutes Beer Talk。本日のお題は、ビールのスタイルの一つ、ピルスナーです。以前にも言いましたが、世界中には100種類以上のビールがあると言われています。そんな中ですね、このピルスナーがですね、世界のビールの消費量の7割を占めるとも言われています。そして日本でも流通している ビールの99がこのこピルスナータイプだと言われていますピルスラーはですね大きくボヘミアンピルスナーとえジャーマンピルスナーに分けられます日本のですねピルスナーのお手本になっているのはジャーマンピルスナーの方ですすっきりクリアでえ苦みの効いたえ味わいが特徴のビールです 一方ボヘミアンピルスナーはですね元祖ピルスナーと言われているピルスナーウルケルがと特に有名でコクがありしっかりとした苦みが感じられるのが特徴です自分もですねよくビールを飲み始めるようになった時はですねピルスナータイプのビールばっかし飲んでた覚えがあります比較的ですね飲みやすいビールなので そうですね、初心者の方ビール初心者の方でもですねごくごく述べてですねそのビールの醍醐味の喉越しをですね味わえるビールタイプだと思うんで是非是非ピルツナー飲んでみてくださいそれではまた